はい、今回の動画は Windows10 で「タスクバー」のアイコンを一つ一つ表示する方法をご紹介します。 で、どういったことかというとですね、今これ現在ですね、Excel のファイルを2つ開いている状態なんですけども、この Excel のね、アイコンのところにね、マウスを持っていくと、こういった形で2つ開いているのが分かって、例えばこちらのね、住所録って方を開きたいということであれば、こちらを選択をすると。で、もう一度先ほどのですね、ファイルの方に戻りたいといった場合はですね、こちらのアイコンのところにマウスのポイントを持っていって、今度ね、請求書の方を選択をすると、請求書が開くという形でですね、現在の Windows 10では、タスクバーのですね、このアイコンというのは、同じアプリのですね、 ファイルを複数開いいてててるる場合一つにに、ね、ままとめて表示するようになってますでもちろんこの機能はですね複数のファイルを開いている時もですねこのタスクバーのところがごちゃごちゃならないようにするための、ね、機能ではあるんですけども場合によってはです、ね、この複数のファイルを交互に、ね、開いたりとか閉じたりとかしながらですね作業をするといった時にですねこの一つのアイコンにまとめているとちょっとね面倒くさく感じるケースもあると思います。 そんな場合はですねこの一つのアイコンにまとめずにですねこの複数開いているファイルを一つ一つタスクバー上に表示させることもできますんで今回の動画ではその設定方法をご紹介しますそれでは早速やってみたいと思うんですけどもこのタスクバーの何もないところでマウスを右クリックしてもらってこのタスクバーの設定というところをクリックします はい、そうするとこのタスクバーの設定画面が開きますので少し、ね、画面の方に下に下がってもらうとここですねタスクバーボタンを結合するというところこれがですね標準の状態だと常に結合ラベルを非表示になってますんでこちらをクリックをしてもらってですね結合したくない場合一つ一つねアイコンを表示させたい場合は結合しないを選択をしてください。 はい、そうするとですねこういった形で先ほどねこの結合していた Excel のねこのアイコンのところがですね2つに分かれてこのアイコンのところをクリックをするだけでですねこういった形でファイルの切り替えができるようになりました。 はい、といったことで、今回の動画では Windows 10でタスクバーのアイコンを結合しない方法をご紹介しましたけども、作業の、ね、状況によっては、ね、こういった形でですね、一つ一つの、ね、アイコンを表示させた方が作業しやすいケースがあると思いますので、そんな時はねこの設定をしてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。